はい、速稼塾の久保です。この動画はですね、特別定額給付金を出してくださいっていう人の集まりです。ですんで、特別定額給付金は出ないんだから諦めろっていう人はね、別に来なくていいですからね。ここで動画を終わってくださいね。それでは本編に入ります。どうぞ。はい、速稼塾の久保でございます。なかなか動画のねコメントが返信できずにすみません。ただ全て読んでおりますので、これからね動画の返信できませんけども、あの返信動画を作らせていただくことによってですね、それに変えさせていただこうかと思います。画面をですね切り替えますんで、ちょっと待ってくださいね。本当にね、皆さんからいろんなコメントをいただいて、私もね勉強することばかりでございます。あのきっとね、私たちがこう目指すところってそれぞれ違うのかもしれませんけども、まあ共通してるのは、まあみんながね幸せで自由に暮らせればいいのになっていうところなんじゃないかと思うんですよ。どうですかね。はい、それではコメントを読ませさせていただきますね。画面を切り替えていきましょう。はい、まずはですね、このまちこさんから来てますけども、メールアドレスいられないためかも、私がやっても情けないわ。そのところは、あ、まちこさん大丈夫ですよ。あの地道にやってください。で次ですね、おはようございます。遅くても12月中旬には緊急事態宣言しないととんでもないことになると思います。コロナにかからなくても生活苦で自殺する方もいらっしゃいます。政府は国民が GoTo 墓場になっているのも良いかと思っています。ある程度の、まあ、自殺者は積極的に出しているというふうな解釈になるでしょうね、きっとね。で、まあ、いわゆる、ね、弱者救済ではなくて、弱者撲滅しといて、まあ、ちょっと、ね、グレードアップした、強い人材だけで今後の日本は回していきたいみたいなことを考えているんじゃないかなというふうぐらい、ちょっと今回のね対応のなさはどうしようもないですね。ありがとうございます。鳥居まちこさん、今チャットの文字が入りましたが伝えることができません。あ、これはね送信ボタンを押すといいんですよね。日高さんの字だけは入ります。あら、そうなんですか。あ、ゆかさん、それはそうですよね。北海道10月以降の東京の移動はしたせいで感染者一気に増えました。確かにその人たちのせいではないかもしれませんが、こういう時 GoTo トラベルより皆の体のことを考えると、感染したい、したいぐらいではなく、我慢して旅行しなければよかったんです。けど、安くなるからと、今まで我慢してきたからと、自分のことしか考えず、金をばらまきになるんです。旅行に来た人、すべての人は、金を持っていたってことです。ある意味、責任取られるんでしょうか。これはね、なんとも言えないですね。感染した人が旅行したというふうなことがわからないんですよね。感染してない人が旅行して、逆に北海道から金を持ってきて東京に広めるっていう風な言い分の方もいると思いますんで、まあだからね、全員が PCR 検査を少なくとも受けた方がいいですよね。PCR 検査だけで全てはわかりませんけども、一部の人はわかるわけですから、PCR 検査で陽性が出たなと思ったら、自分の行動を抑制するってことにもなると思いますけども、逆にですね、PCR 検査を受けてない人の中には結構ずるい気持ちがあって、検査を受けて結果陽性だったら、自分の行動が制限されちゃうから、それだったら嫌だなってことで、わざと受けてないということなんじゃないかなと思うんですよ。PCR 検査は、誰でも毎日好きな時に受けれます。それこそね、ただではないですよ。でも、受けれるんですよ。でも、この事実をいくら私が発信したところで、多分やらないでしょうね。そういうもんなんですよ、人っていうのはね。誰かが悪い、俺じゃないっていうふうに考えるんですよ。で、自分は、周りの人の迷惑に足を引っ張られて、こんなことになっちゃったって思うんですよね。まあ、ですんでね、足の引っ張り合いっていうのが始まるんでしょうけども、ね、ゆかさんね、なんとも言えないですね、ここはね。はい、コメントありがとうございます。これからもね、いろいろとご気づきのことを教えてください。次ですね。今、チャットの文字が入りました。あ、これはもう読みましたね、すみません。はい、これです。その通りだと思います。あ、結構、古いやつかな。あ、違う、昨日なんですね。その通りだと思います。政治家に負けるのも尺に触ります。頑張りましょう。はい、頑張りましょうね。あ、金のマスカレさん、同じ足を引っ張るな、麻生の足を引っ張りましょうって書いてますね。はい、恐縮です。久保さん、ニュース見ました。2歳と4歳の子供が亡くなり、母親は助かってました。コロナの悩みで菅総理、麻生財務大臣は何も思わないんですかね。本当に辛いです。菅総理、麻生財務大臣はむしろ死んでしまえと思ってるんじゃないでしょうかね。まあひどい人ですよ。はい、佐藤さん、日本国民は国会議員たちを信用しすぎている。そうですかね。スズメの涙ほどの1回目の定額給付金支給が率先して国民に配ったわけではないと。詐欺師のトリックの手口。ああ、なるほど。わかります。お気持ちは。ただやっぱり、私たち国民も、要求をしなさすぎるんじゃないかなと思うんですよ。例えばね、YouTube のチャンネルを開いたら、私みたいに、金を出せっていう人がね、数万人のレベルで動画を上げてれば別なんですけども、どちらかというと少数派ですよね。定額給付金を出してくださいっていう人は少数派で、しかも、小じきみたいなこと言ってんじゃねえって足を引っ張る人もいるというね。どれだけ豊かな人が、ね、
欲しいと言ってる権利を、うん、邪魔することができるんだろうかと思っちゃいますけども、まあまあなんなんでしょうね。はい、一般市民の収入で、1年間生活や少しは国民がしんどいことが分かるから、お米値段上がった、ガソリンが上がった、消費税も上がった、国民は贅沢して給付金欲しいのではなく、しんどいから少し、そうそうなんですよね、マサさん、給付金をくださいというよりも税金ちょっと返してって話ですからね。1日10回ほど官邸メール送っていますが、菅の寝ぼけた目を見ると腹が立って腹が立って、皆さん官邸メールはやめません。諦めずに皆さんで山太郎さんを応援してみませんか。山太郎さんがね、多分ね、国民の唯一の希望だと思いますよ。あの、山太郎さんほどまともにやってる人はいないと思います。でも山太郎さんを応援するとなぜかね、気持ち悪いっていうふうに言われるのも確かなんですよ。だからね、こうやってね、誰を応援しようが自由なんですよ。じゃあ仮に菅さんを応援すればいいんですかって話ですよね。小池都知事を応援すればいいんですかって話ですよね。批判する人は何をやっても批判するんですよ。批判が好きなお暇な方ということでございます。おはようございます。毎日官邸共産党にメールしています。久保さんともに頑張りましょう。頑張りましょう、三原さん。で、 KY さん、みんながもう無理と思って疲れてきてるんでしょうね。それを麻生さんは待ってるんだと思います。負けずに最後まで諦めずにみんなで声を上げないと、どれだけ国民が苦しんでるか伝えていこうと思います。そのうち諦めるだろうと鼻で笑ってるんだと思うと腹立ちです。 そうなんですよ。あのね、ツイッターをいくら使っても見てませんから、疲れるだけです。ですんで官邸に直接出向く、メールする、電話する、これがいいと思います。給付金は出していただきたいですが、政権交代を望みます。じゃあどこに交代しましょうかって話になりますよね。だからね、野党には強くいてほしいですよね。毎日メールしています。特定給付出すために毎日官邸にメールしましょう。はい、メールしましょうね。なぜなぜどうしてくん、飲食店には飲食店組合があり、団体としてプッシュしたり、またメディアで取り上げられていることや GoTo イートの不公平感の声が上がったこと等が今回の給付につながったようです。政治家も結構 YouTube をよく見ているようですので影響力あります。実際小池知事がヒカキンさんの意見を聞いたりしてますから無駄ではないと思います。私も電話してますので頑張りましょう、応援してますということで失礼しました。 YouTube でみんなね、発信するってのはどうですかね。 YouTube で1万人くらいが発信したらさすがにね、影響力あるでしょ。でもやらないですよね、だからね、国民の声がね、届かないですよ、皆さんね、 YouTube やりましょう。こうなったら、はい、おっしゃる通りですね。地道に続けてしかないと思います。それにしても政府の無反応にはイライラしますね。でもまあ、そろそろ何かしらの発表がありそうだということですね。あればいいですよね、ほんと。栗沢壮さん、どうせ無理だからと言って諦めたら一生闇に光は止まらない。それと同じく諦めたら給付金の追加なんかあり得るわけがない。お前さん、良いこと言うじゃないか恐縮です。レイシキさん、各政党本部にメールや電話したり官邸にメールを送りつけています。ですが国会でも取り上げられないというもどかしさを感じています。職場は休業保障も出ずに有給で、対処になっています。有給でそんな使い方でしたっけ、もう何もかもしっちゃめっちゃかですということなんで、そうですね、要求は上げていきますけども、自力で工夫をしないといけないです。今までの考え方、今までの制度では突破できないんで、新しい制度や新しい考え方を一人一人が作っていきましょう。会社がやってくれる、地域がやってくれる、政治がやってくれるではなくて、俺が何をやるかってことをいつも考えていって、それを実行することだけだと思います。私はね、 YouTube で発信することが結構な力になってきたと思いますので、これからも YouTube 続けますけども、同じように YouTube 続けてくれ始める方がね、増えてきてるのも、やっぱりね、ありがたいことだと思いますよ。はい、給付金欲しいですと書いてますね、西村さん。給付金欲しいですよね。どんどん要求を上げてください。あやさん、おはようございます。私も初めて山本太郎さんがいろいろメールしてみました。大事ですよね、声を上げることです。西村さん、久保さん、お疲れ様です。タバコ税、コンビニの袋が上がっています。菅総理お願いします。麻生さんの指示に従わないでください。5万円と言わず10万20万給付お願いします。はい、そうですね、ぜひね、富江さん、これを官邸に上げてください。私が読んでもすいません、何もできません。はい、森野さん、本当に国民が今一律給付を求める人が少ないなら、それが余裕があるなら悪い話じゃない。ごく一部の貧困層が騒いでいるなら貧困層に出せば良いだけ。まあ給付決まれば決まったで、今まで騒がない連中が不満言い出す可能性はあると、けど以前菅が年末を越せない世帯に絶対必要が給付だと、あの年内に30万出すと発言してた。まあ失礼しました、発言は変わりますからね。国民の声がごく一部であるなら一律給付やらない可能性が高いでしょう。本当に困ってる人に大胆な給付したらいい。はい、本当に困ってる人が声を上げてないっていう現実は あります。あのね、私もね、公平に言わせていただきますけども、本当に困ってるんだったら、その困ってる方がね、声を届けないと。誰かを当てにするんではなくて、誰かがやってくれるわじゃなくてね、ここにコメントを書くのももちろんいいんですけども、ぜひね、同じように官邸にコメントをするとかね、近くの自民党事務所に行ってみるとか、そういうことから国民の声っていうのは、官邸に届き始めるんですよ。これはね、ちょっと分かっていただきたいなと思います。
だったらよかったな。私もまだ諦めていませんよ。鑑定メールしてみます。お願いします。マーサーヨーさん、久保さん、またまた鑑定メールします。みんなで風向き変えましょう。有意義な発言ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。久保くんは子供騙しはいきませんよ。定額給付金まだやってんの。動画これしかないんかな。情けない。かわいそう。ありがとうございます。別にね、見に来なくてもいいですけどね、佐藤さんね。ぜひね、ご自身が楽しくなるような、嬉しくなるような動画を見に行ってください。佐藤さん、わざわざね、不快になるような、私の動画見に来なくてもいいですからね。本当にね、私の動画の再生数上げたくないんだったら、こういうふうにね、再生数稼ぎかって言うんだったら、あなたが来るから再生数稼ぎになるんですよ。そういうことなんですね。頑張ってくださいね。はい、主様。主様って言うんですね。皆さんお疲れ様です。諦めず鑑定メールや拡散続けましょう。昨日鑑定からご意見受けました的なメールが来ました。まあ諦めたら負けです。皆さんたとえ5万でも笑顔で年越しましょう。毎日声を上げています。さっき鑑定にはメールできなかったけど諦めない。私は必要だから。そうですよね。必要だと思う方は行動する。必要だと思わない方は別に行動しないでいいんじゃないですかね。ダッペさん、久保さん、私はもうこれ以上言うのぶっちゃけ疲れました。しかしまだ諦めてはありません。陰ながら久保さんの後ろついていきます。なるほど。お疲れは分かりますけども、表に立って、どんどん発信してください。必要な人が声を上げないと、必要じゃない人がね、誰かの代わりに声を上げても、これはね、威力が弱いんですよ。ちくわぼさん、とりあえず27日までに予算案がほぼまとまるみたいですね。そこで、現金給付に言及があるかないかで決まりそうです。そして、予想通りと言いますか、コロナ感染が爆発的に増えてどうなることやると。ここでちょっとね、私の考え方をまた申し上げたいんですけども、定額給付金待つのもいいんですけども、待ってる間に、自分で稼ぐこともできますからね。私何個か紹介してますけども、使ってる方いるんですよ。まあポイントサイトとかね、ポイントサイトでこうやってる間に10万円とか作ってる方いますんで、別に無理なことではないと思うんですよ。もちろんやるやらないは自由なんですけども、他にも方法があるよってことですよね。はい、あきさん、一人親世帯のみ限定で支給されてるらしいと。年末年始全員一律はなしです。みんな苦しいのに男女差別する政府。次の選挙は絶対立憲民主党と自民党には投票しない。皆さんケチンボな自民党と立憲民主党には投票しないようにしましょうね、ということですね。実はね、自民党内でも多数勢力としてもっともっと国民にお金を配るべきっていう風な声はあるんですよ。ですんで自民党内のそういった議員さんを応援するっていうことでね、私たちは同じ自民党でもね、違う自民党の顔を見ることができます。よく見てみると本当にそうなんですよ。西田昌司さんとかね、まさにね、私たちの国民目線ですよ。顔は怖いですけどね。はい、佐藤さん、おはようございます。希望は捨てずに前向きに菅総理大臣、麻生氏にメール電話しましょう。継続は力あります。諦めたら終わり、続けることに意味があります。菅総理大臣には年内に5万、来年10万特別支給出すと発言いたしましたから、今一度信じましょう。麻生の言い分は全て間違っているわけではありませんが、ちゃんと筋を通した発言をしています。政治家として仕事をしてます。中には税金泥棒はいます。だからといって邪険にはできません。国民の投票でなってますから、国民一人という責任もあります。コロナの感染増加、来年オリンピック開催できるかできないか不安でしょうし、経済的なダメージの中、特別定額給付金出すべきか、また不正受給がないか心配なんでしょうね。まさに公平なお考えですよね。現政権に批判する権利は当然ありますけども、ただね、投票の責任を私たちは今取ってるわけなんですよ。投票に行った方も行かなかった方も、誰に投票した方も同じです。結果として私たちはふさわしくない人を選んでるんですよ。で、そのツケを今取ってるんですよね。だから投票ってむちゃくちゃ大事なんですよ。ありがとうございます。すみさん、久保さん、はじめまして。初のコメント、いらっしゃいませ。私は現在年金生活者です。主人は東映で照明の仕事をおりましたが、一銭も年金をかけておらず、私の年金で生活しています。私たちは遅くに結婚しました。年金管理部機、今からでも年金はかけられますかねと言ったら、今かけても受け取れませんと言われた。その時50歳、33歳、子供はいません。月10万円で生活はしんどい。主人は介護4、私は2月まで働いてましたが派遣社員でした。なるほど、苦しい状況書いてますね。せめてあと10歳若ければなんとか働けたでしょう。10万円のうなぎは食べたいと思いませんが、麻生の財務省には C の人たちの気持ちがわからないということがよくわかりました。同じ日本人です。なんと出し惜しみするのでしょうか。日本人はお金を持っていればもっとくれと言いません。そうですね。ここに来る前は神戸に住んでました。震災にあった時もみんな助け合いました。
この国はおかしな国になった。財務省にいる人たちの国籍が知りたくなりました。どうでもいいけど久保さん、愚痴ってごめんなさい。自殺者が増えてるらしいですが、本当にこの中しんどいことばかりで、なんか嫌になってきました。本当に愚痴ばかりで申し訳ありません。次回のコメントはもっと前向きにというふうに書いてくれてますね。お気持ちわかります。はい、一人で旦那さんの介護頑張ってるんですね。無理はなさらずにということで、本当に温かい声をね、下さってます、琴美さん。私からも感謝申し上げます。あの、確かにこうなってしまった原因が全部国のせいではありません。ただ国の政策が足りなかった部分があるのは明らかなんですよ。だからね、私たちは何もね、くれくれ成人になりましょうってわけではないんですよ。苦しくて困った時は助けてくださいっていう権利があるってことなんですよね。だから今年みたいな感染症がなかったら、別に定額給付金なんて私言いませんよ。でも今回はね、あの、国が守るべき必要があると思うんですよ、国民の生命と財産はね。だから国の権利を持ってる人がね、決定権を持ってる人が腕の見せ所なんですよ。それを見せてないから何だったんだって話なんですよね。まあ、ちょっとね、すいません、あの、私もね、あの、すみれさんに対しての解決方法は持ってませんけども、ちょっとせめてね、頑張っていきましょう。佐藤さん、金は天下の回り物と言いますが、金は持ってる人の間でしか回りません。だから貧困層は貧困層のままだと理解した方が良い。国は貧困層に金回りの良くしたくないから助けない行動が示している。いまだに議員たちと国民生活の間で隔たりがある。国が発表することを戦中の大本営と思って聞けばよく分からず、だから私たちに何ができるかなってことなんですよね。ここまでね、本当佐藤さん分かってらっしゃるわけなんですよ。で、これはね、多くの人が同じように分かってるんですよ。でもここからどうするってことが私たちにはまだね、答えが見つかってないんですよ。必ずやる方法はあると思いますけどね。何なんでしょうね。お、さあ、江口さん、ロックフェラーが出てましたね。はい、ありがとうございます。繋がりません、助けてください。すいません、ちょっと状況がよく分かりません、まちこさん。小一さん、だから定額給付は出ないから期待するな。あ、期待しない人は別にここに書くことすらいらないじゃないですか。あの、期待してる人に期待しないようなマインドを持たせることに何か意味あるんですかね。自由じゃないですか、それは。だからこれおせっかいですよね、これは。だから私の動画見に来る必要ないんですよ。あの、私の動画ってのは給付金が欲しい人集まれですからね。給付金欲しくない人集まれっていうコミュニティもあるんで、ぜひそこに行かれてください。はい、じゃあ一旦ここぐらいにしておきましょうかね。はい、ありがとうございます。